救援要請に助けに行かないと。行く。巨人を倒し辺りを制圧しなければ。まとめて相手してやる。そろそろ時間だ。急ぐ。さすがです、兵長。私もお役に立てるよう頑張ります。一つ残さずとはいかねえ。ひとまず掃除は終わった。さっさとエルヴィンと合流しねえと。やれ。俺は次に行く。ここは任さず、エルド。兵長、わざわざすみません。これで補給班を展開できます。どうしたら先ほど縁談、苦戦してやがるのか。いいところに来た。手を貸せ。俺の敵じゃ。助かった。行く。前の鼻は確かだから気をつけろ。総員展開。補給班を援護しながら予定の配置につく。どうした、化け物。援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で各個撃破せよ。
リヴァイ、我々は中心部を制圧し、拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。俺たちを追ってこない。飛行士だ。あいつの位置、拠点は気づけねえ。さっさとやるぞ。予想より巨人が多い。リヴァイ、補給を怠るなよ。おとなしくしろ。救援要請、無視はできねえ。報告、飛行士が再び出現。補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。リヴァイ、飛行士の対処を優先しろ。どんな巨人だろうと投射し、面白い暮らしやがった。兵長、俺のためにありがとうございます。次から次へと。まだ殺されたりねえか。町の中心部を制圧しないことにはキリがありませんね。俺の時、救援要請か。行くぞ。巨人どもめ、ぶっ潰してやる。リヴァイ兵長、助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ飛行士がいやがる。軍隊、周囲をしっかり見張ってろ。了解しました。ここはお任せを。
巨人は片付いたか。あとリヴァイのおかげで補給班は無事だな。各班、兵站拠点の設置にかかる。俺たちに引き寄せられてきたようだな。ふざけた真似をする前に仕留めるぞ。巨人の様子がおかしいな。南側の巨人のところに集まってるのか。あいつらも貴公子だったのか。合流されると面倒だ。止める。ああ、こんなに貴公子がいるんだから一体ぐらい生け捕りにしても。ダメだ、巨人を捕獲してる余裕はねえ。面倒を起こすんじゃねえぞ。その調子だな。拠点設置完了まで巨人を近づけるな。限界か。下がって構わねえぞ。いえ、兵長、やります。やらせてください。行く。が出てきやがった。まとめて相手してThank you.